皆さん、こんにちは。レックス入講師の根本です。本日は、新前立腺保護講座、こちらの方を受講されて、一発で受かられた方をご紹介したいと思います。では、自己紹介をお願いします。はい、レック、司法書士、前立腺本科講座出身のですね、田中と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお聞きしたいのは、はい、田中さんは、まず、なぜ司法書士を目指そうと。はい。私ですね、前職が営業職でございまして、お客様のですね、役所への、申請業務のお手伝いというのをこうさせていただいたときに、はい、やはり法律を武器にですね、こう、仕事をしていく仕事っていうのが、面白そうだなというきっかけがありまして、前職をちょっとやめて、チャレンジしてみようかなというふうに思いました。うん、なるほど。で、多分、はい、勉強しようと思ったときに、予備校を使うか、はい、使わないかという選択もあるだろうし、この予備校でもやっぱりいろいろ選んだと思います。はい、で、それでなぜ私のクラスを選んだでしょうか。やはりですね、根本先生のですね、記憶に残る講義というのをですね、ウェブの方で拝見したときに、これは私笑ってしまったんですけれども、この寸劇を交えたですね、イメージの湧きやすい、法律講義でに、がですね、法律初学者だったんですけども、うん、すごくイメージが湧きやすくて、この先生ならついていけるかなというふうに思ったのが、一番のきっかけです。そうですね、はい、ちなみにやっぱりいろんな先生とか予備校やっぱ選択考えましたか。はい、大手3社の予備校さん比較させていただいたんですけども、その中でもレックさんがですね、海野先生とか赤松先生、森山先生、そして根本先生という、講師の層のこう厚さっていうのがですね、一番だなというふうに思ってまして、どの先生の授業を見てもですね、これは飽きないでやっていけそうだなというイメージが湧いたのもすごく安心感につながりました。うんうん、そうですね。はい、自分で言うのもなんですけど、はい、レック先生みんな毛色が違いますもんね。本当一人で全く違うから、はい、選べるっていうのはいいですよね。そうです、確かに。こんだけ違う先生なんで集まるんだろうみたいな感じがしますね。うん、で、じゃあ、はい、今度じゃあ勉強を始められた後なんですか、はい、その勉強をしている時のそのいわゆるこう講義の期間と、はい、その講義が終わって、その模試とか答練の期間があったと思います。はい、で、講義の期間の時に、はい、心がけたこととか、苦しんだことって何かありますか。はい、そうですね。私、通学クラスで、通ってましたので、勉強の習慣化っていうのをすごく、意識に置いてました。うん、高校生以来ですかね、受験勉強をちょっと本気でやるみたいなことが、初めて。そんな感じと長いですね。そうです、そうです。でしたので、これ続けられるかな、みたいなところで、うん、やはり、根本先生のクラスだと月水金のこう授業がありましたので、うん、そこの決まった時間に来てと。で、同じリズムでですね、授業のない日も、復習のスケジュールをご提示いただけるので、うんうん、それで、なんとかですね、勉強習慣化するということができたらなというふうに思っています。あれ、そっかそっか。通学と通信で通学を選ばれた、ね。あ、そうです、そうです。そう、私自身が渋谷で講義をしていて、はい、その講義自体が、全国同時配信で流れて、その、梅田駅前本校に通われたってことですよね。はい、ああ、なるほど。やっぱ通学を選んだメリットってやっぱり定期的にできるってことでしょうか。そうですね。習慣化できるってことと、あと、クラスメイトの方がいらっしゃったので、うん、一緒にこう、机を並べてですね、うん、勉強したりとか、講義の情報交換とか、こういったこともできたこともすごく大きな。うん、そうですよね。はい、交流するしないって人によって違うんですけど、はい、一緒に勉強してる人がいるってだけでも、結構違うんですよね、これってね。なるほど、なるほど、なるほど。で、そうかそうか。あとはその講義スケジュール。私も結構月曜これやれ、火曜これやれとか、結構指示しましたので、やっぱそれに従ってって感じですかね。そうですね。指示いただいたところで、私答弁というか、半年ぐらいはですね、兼業受験生をしていましたので、講義に出られないことも多かったんですけれども、欠席フォローのウェブの方で、次の日の6時にはですね、講義動画アップされるので、それを元にですね、根本先生のご提示いただいたスケジュールの中にこう、うまく、埋め込みながら、進度だけは遅れないようにと。なるほどね。これの時は来てそうじゃない時はフォローを使うという感じですね。はい。なるほど、なるほど。じゃあちなみに受講していて、はい、一番辛かった科目って何かあります？振り返ってみると不動産登記法でした。はいはいはい、ちょうど兼業受験生で根本先生から渡された練習帳の方でこう、うん、練習をしなきゃいけないんですけども、うん、それも追いつかないですし、うん、そもそも講義で言われてたことも、うん、ちょっと残ってる記憶の量というのが圧倒的に他の科目よりも少なくって、何だったっけというのでですね、これはやっていけるのかというのがすごく不安な、辛い時もありました。
なるほど、はい、でそれ克服しました、それともなもうほっといてほっときました。あ、その段階ではもうほっといて、まあ、先生もアドバイスいただきましたけども、うん、まあ、不動産東京っていつかこう分かる時が来るということをアドバイスいただいてましたので、まあ、分からんものは分からんでいいやということで、うん、もう逐一質問するのすらもちょっとやめさせていただいて、うん、まあ、とりあえず前に進むということをやりました。うん、結構やっぱそれ大きくて、はい、あんまりちろん疑問に思ったことを聞くのは全然悪くないんですけど、はい、もうほっといて先行った方がなんか解決することって多いんですよね。どうせ帰ってくるんですよ。どうせ帰ってくるし、あとなんかあそこで悩んだことは意味がなかったんだなと思って、はい、結構多いんですよね。結構多かったです。うん、なんでなんかその悩まれた時ってなんか、はい、その突っ込むのもいいけど、はい、諦めて先進むって重要ですと思うんですよね。めちゃくちゃ大事だと思いました。ですよね。はい、じゃあ今度は年明けの話に聞きたいと思います。はいはい、年明けからはいわゆる当連を受けながら、はい、まあ、その復習をしていくという過程でしたが、はいはい、なんか意識したことってありますかね。やはり年内ですね、先生にこう、まあ、ベタ付きでといいますか、うん、平日授業で見ていただいてましたので、うん、自分でこの勉強のペースを習慣を崩さずにやっていけるのかっていうのが一番気をつけていたところでした。うん、なるほど。で成績はどんな感じでした。まず年内から、ね、年内1月から3月の、はい、いわゆる科目別当連、はい、科目別当連の時民法で1回だけですね、35分の30以上を、ね、はい、取ったことがあったんですけど、それ以外はですね、まあ、20の前半から中盤という形で、うん、まあ、これでいいのかなというような形で進んでいきました。そう、1回 10点で上がりましたよね。はい、10点上がりました。なんでかというと実は私の講座の場合当連を受けた方から成績を自分に報告していいですよって形にしてます。義務じゃなくてで報告する方は報告するんで、私はもうエクセルの風でそれを一個一個まとめて波があるかどうかってちょっと見て、でそれでアドバイスをしていくという感じを取ってました。でそれでトータルでこう皆さんの成績を見たんですけど、実は実力予選の平均点真ん中ぐらいだったんですよ。あ、そうなんですね。全部の報告を受けたから真ん中ぐらいだったんですよ。でこれが4月以降の総合当連になってどうでした。総合当連になってですね、もうそれまでそれなりに20中盤とかも取れてたんですけども、うん、まあ、それこそ10点台もたくさん出ましたし、何より判定が出るようになったので、うん、まあ、D と E 判定が続いてですね、うん、直前の2回も E 判定が続いたので、うん、これはちょっときついかなみたいなことを感じることもありました。うんうん、だと思うんですよ、はい、本当に本当初めのところの点数がいきなりファイナル1回2回が悪かったんですよね。で悪くて徐々に5をずっと我慢して、で最後の、スーパーの1ぐらいで基準点に行って、はい、で2もギリギリ行ったんだよね。はい、2、5が危ないって。そうそうです。でそれで本試験が午前31の、でここ30ですよね。はい、何かありました。いやもう何があるかちょっと分かんなかったんですけど、スーパーの1回目で、うん、午前の点数がそれまで25ぐらいしか行ったことなかったのが、うん、29ぐらいにポンとこう上がったことがあったので、うん、まあ、こういう奇跡がまた起きたらいいかなっていうようなことで受けました。うん、でも本当午前だけポンと上がる、午後だけポンと上がるなんですけど、両方上がるってことは、はい、まあ、これは多分何かあったんでしょうね。そうですね、2つで多分何かをやって劇的に上がったか、はい、そこまでの苦労が見えないのかどっちかですもんね。はい、まずそこまで年明け以降勉強したことなんか、いや意識4月以降意識したことなんかありますか。はい、いやもう一番意識したことは根本先生に言われてました、1日100問毎日とかいうことを何よりも第一命題においてやってました。そうですね、1日100問解きなさいと。で5月ぐらいから、1日150解きなさいと、もう強制でしたからね。そうですもう 何も考えて解かなきゃいけないってなるとね、はい、だんだんやってきますよ。だからあれやることによってな、初めのうちは相当きついと思うんですよね。はい、どれぐらいかかりました初め。そもそも始めてから2週間は100問にいかない日々が続いていて、うん、これでいいのかなみたいなことがありまして、うん、まあ、解説を結構丁寧に読んでしまったのをやめて、うん、なんとかですね100問いくようになってからはですね、うん、結構、まあ、それなりにまあできるなっていう感覚も、うん、自分の中で見つけた。初めのうちなんか8時間9時間かかるんですけど、最後の3時間ぐらいで終わるんですよね。なんとなく意外と早く終わるなと思って。そうですで、じゃあその問題とかも持って、はい、過去問と当連問題どんな感じでした、はい、比率的に。どうでしょう、私の場合は過去問が3割ぐらいで当連が7割っていう配分で繰り返してました。うん、なるほど。あ、結構じゃあ配分は自分で意識してましたか。いや
そんなに意識はしてなくて、100問解くために、どうすればいいのかということで、問題のピックアップがそんなに必要でない、答練の方が使いやすかったっていうのが今のきっかけです。そうなんですよね、はい、確かにその答練の方が絞ってますから、そうです、そう解きやすくなりますよね、確かにそのとおりですね。なるほど。でちなみにこう、はい、最後のところでじりじりじりしたところ、はい、なんか心折れませんでした、あれ。いや、結構きつかったですね。今年は無理かもしれないっていう気持ちもやっぱり自分の中でありました。うん。なんだろう、こう、報告されて、毎回毎回点数が、この点数ですいませんみたいな、こう言ってて、こう、ほんとちゃんとやってんなという感じで思いましたから、もう、ちなみにこう、折れなかった理由ってなんかあります？そうですね。私3ヶ月ごとにこう直前期1月から3月と4月6月でやるべきことをこう表にしてたんですけども、うん、まあそれに日付を繰り返した回数だけこう入れていくということを見ながらですね、うん、まあこんだけやってるんだからということを一番こうなんですかね、昨日の自分よりも、うん、今日の自分がまあ少しでも超えてるようにっていう、うん、もうそれだけで本試験に臨んできました。うん、ちなみにこう最後の方でこうグッと上がってきたじゃないですか、はい、なんか上がってるって感覚ありました？いや、正直あんまりなくてですね、うん、2回目に解いた令和3年度の本試験問題を1週間前に、うん、はい、解いてくれって言われた時に、解いた時にやっとこう午前午後とも、うん、基準点を上乗せたので、うん、でもこれ2回目だしな、みたいなことはちょっと思いながら、まあまあそれでもね、うん、でも言ったので、まあ、この通り言ったらいいなっていうふうに思ってました。うん、本当に受かり方っていろいろあるんですけど、多分、一つのパターンが、初めからファイナルの方からすっごい高い成績取って、とんでもない点数でそのまま行っちゃうという方と、本当にこう、ギリギリまで行って、ここで最後にコーンって上がると。本当に一般の方だって、いつ上がるかわからないんですよね。本当つくづくそれをなんかね、実感させていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、まだ聞くわった、はい、ちなみにそうだ、年内の講義で、はい、私の講義ってどんな感じでした？さっきそれ聞きました今更だな。いや、根本先生の講義すごくやっぱり記憶に残りやすくって、どうしてもやっぱり勉強してると長い期間かかるんで忘れてしまうことも、うん、あの時何か叫んでらっしゃったなみたいなことの引っかかりポイントがあるので、うん、まあ、その時にブレイクスルーに戻ったり、うん、図表に戻ったりして、うん、もう一回見直すと、うん、まあ、すぐ記憶が戻ってくるという、うん、この記憶の引っかかりがあって、それを補填するツールが揃ってたっていうことがすごく良かったなというふうに思います、うん、はい、で体験記の方、はい、始めさせてもらったんですけど、はい、なんか私のなんかその、サイクルとして、はい、なんか、まあ、どう寸劇があって、はい、条文で見て、はい、最後に図形でまとめると、はい、このサイクルが良かったとおっしゃってましたね、はい、とても良かったです、うん、私も確かに言われてみればそうしてるなと感じがしましたね。もう、確かにそのイメージを持たせるってことは、このイメージが持たせないと点分からないし、で中身読まないと点が上がらないし、まとめないと残り知識が残らないと、はい、いうことは、やっぱりそこは自分なりにやっぱ意識してるなって思って、改めて実感しました。うん、じゃあ、ちょっとまあ、そろそろだと思うんですが、はい、ちょっとできればお願いしたいのが、はい、今、ちょうど勉強していて、はい、初めて勉強してる方が、はい、その、勉強途中で苦しんでるという方がいたとしたら、どんなアドバイスを受けますか？結構難しいですね。今、不動産投機で苦しんでます。どうすればいいですかとか。はい、そうですね、その今受けてらっしゃる講義とか、うん、まあ、解いてらっしゃる問題集とかのこう進捗スピードってとか計画がもともと終わりだと思うんですけど、うん、そのペースをですね、緩めないでいただきたいなというふうに思ってまして、うん、分かっても分かんなくてもですね、それなりに、何回も繰り返すうちに、うん、悩まないで済んだことが結構たくさんあったので、うん、一つのところでなんかこれ納得いかない、わからんなというものがあったとしても、もう次に行ってしまって、どうせまたここに帰ってくることがあるからということで、うん、勉強の進度とかスピードを緩めない、うん、前に進むということをやっていただきたいなと思います。うんうん、じゃあ、今度直前期のところで、はい、なかなか成績が上がらないという方に、こうもぜひ言ってください。はい、そうですね、本当に根本先生の記憶に残る講義と計画スケジュールと習慣化みたいなところでですね、私、進んできたんですけども、最後までなんで折れなかったかみたいなところでいくと、やっぱり今年自分受かる人間なんだということをこう思い込むと、うん、でそれをまあ立証するだけの勉強の実績を自分で残し記録に残していたので、うん、まあ、そこをもう信じてやっていければ、うん、いけるんじゃないかなと、うん、やっぱり心の中で今年合格っていうのを 0% だっていうふうにもう投げてしまっていたとしたら、多分努力は最後まで続けられなかった、うん、
だろうなというふうに思うので、そこは、うん、皆さん自分を信じて頑張っていただきたいなと思ってます。はい、もしあの気づいたらこうカットしますので、はい、ありがとうございます。あの本当に成績最後に伸びなかった、最後に最後に伸びなかったんです、はい、本当に本当です。本当に最後のスーパー1でやっと両方基準点、はい、スーパー2は午後は基準点落ちたぐらいだったんですよね。でそれで最後ガンって上がったので、本当にもうギリギリまで伸びますので、やっていってください。はい、じゃあそんなところで今回はここまで、すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしておめでとうございます。ありがとうございました。